自転車、自転車なんで発電所にしてもらいたいんです。いや、そんなことより死刑囚はドナー登録でいいと思いますよ。問答無用でドナーです。もう死んだ後全員の臓器取り除いて、別にその死刑囚とか犯罪者の臓器欲しくないっていう人も関係なくに、まあ、臓器売買でいいと思います。もう臓器売買でいいと思いますよ、単純に。うん、いいよ、死刑囚は臓器売買でしょ、一番役立つやん。だって役立たずに死ぬやつの意味ないでしょ。そんな燃やしたら何の役にも立たないの。臓器売買の臓器ですよ、うん、検体ですね、検体もしくは臓器売買、臓器売買で臓器の、ドナーですね。まあどっちかですわ、うん、それでいいと思います、まあ、だってそれぐらいしか役立たないもん、どうせ死ぬんやから、うん、だからまあ俺はそれでいいと思いますよ、検体もしくは臓器、うん、臓器を役立たせてもらえればいいと思います。犯罪者がそんなつけたくないって言ったら、もう命かかったら使うだろう、それで死ぬやったらいいんやなって言ったらもう使いますよ、それでいいと思いますよ。下手したらもう海外に輸出してもいいと思うよ、その臓器、中国とか、うん、まあ、ビジネスに使えばいいんじゃない、ちょっとでも金になった方がいいと思うから、死刑囚なんか、まあ、死刑になるぐらいやったらね、やってることはそうやったら、何の役にも立たず灰になったって意味ないやん、燃やしたってなんかただの環境破壊やん、死んでまで環境破壊やん、うん、それはそれでいいと思いますけどね。いや、もうちょっとだから役に立てようやん、肥料とか死刑囚は、まあ、知らんぞ、その冤罪のやつ一回のぞ、どうも分からんけど、人権とか言うかも、人権があったら人権おかしてないから、人権おかしてるやつに人権はいらないでしょ、そもそも死刑になってる、死刑囚になってるやつに人権とかないでしょ、そもそも。まあだから働いて、まあ、働かせる、もう過去、苛烈に働かせるか、もしくはまあドナーと、最終的にドナーか、うん、まあ、そういう感じかな、検体な。それでいいと思うよ。なんでちょっとぐらい役立てや、世の中の、うん、と俺は思うけどね、うん、ドナーにして少しでも、そうそう、そういうことで俺はそう思いますからね。まあ肥料もあるでしょ、最終的に肥料でしょ、肥料もいいんじゃない、まあ、だけど俺はね、燃やされたくないから肥料にされたいかなと思うよ、死んだらドナーとして取られて、最終的に俺は肥料になりたいかなと思ってんよね。俺燃やされるの嫌やから、俺できればもう理想土葬やから、土葬にされたいから、俺は土葬されたんやけども、日本的にやっぱ厳しいからさ、もう俺燃やされるほど無意味な人生ってないかなと思ってんすよ。何の役にも立ってない、地球上で、もう無駄人やで、地球としては。あなたたち皆さん、ほとんどの方燃やされてますけど、燃やして何の役立ってんの。燃やして空気がきれいになったらいいよ、人間燃やして、なんとなく空気も汚れてただの骨になって、誰の役にも立たず、最終的に地球の全く役に立たず死ぬっていうね、この無駄なあの葬儀の仕方アメリカ以上でもいいかもしれないね、まあ、だけど単純に俺はね、もっと思うけどね、あの死体山とかあってもいいと思うんですよ。死んだ人はみんなそこ、まあ、奪捨て山じゃないけどさ、土葬のなんでかこへんで、別に一緒に燃やしたって土葬にしようか、ゾンビが出てくるわけじゃないし、俺は別になんかもうそこに捨てとくみたいな、死んだ人はみんなそこに帰りますみたいな、あの死体山みたいなやっても俺いいんじゃねえのかなと思うんだよね。なんかもうそれぐらいの、まあ、もしくはすげえ沖合にこう、なんていうのかな、生けすみたいにこう囲ってあって、で、あの死んだ人はみんなそこのとこに入れといて、もう曲がれ出えへんようにして、そこであの魚とかに食べられて朽ち果てて、あの死体が流れ込まないようにするとかさ、俺はもう、俺だったらそういうなのがよっぽどね、よっぽど自然のためにいいと思うんですけどね、俺は。死体山と、あれ、ゾン、あのね、だっけ、花熊優作のゾンビ、東京ゾンビ、東京ゾンビに死体山ってあるんですよ。あれ、死体山やったかな、東京ゾンビ。いや、もうあれ、めちゃめちゃ、そこのガスが出ておかしくなって、ゾンビが蘇るっていうね、話があったんやけど、いや、だけど、人間って本当に、最後まで無駄やからね。最後まで無駄やと思うんですよ、環境破壊しまくって、もう一人で生きてる時点で環境破壊やと俺はちょっと思ってるけど、死んで最終的に何の役も立たずに炭にされて終わるってね肉は何の役立ってんだよと、世の中に。だから俺は、まあ、あんまし無駄かなと、人間の死に方っていうのはもう人生ってすげえ無駄にしてるんで、仮装かなと俺は思ってるけど、仮装することによって無駄になっちゃってるからね。まあ、ただ人口増えてっから、それは処置できへんって言ったら、
まあ難しいとこもあるかもしれんけどね、まあ、人間は増えすぎたんだろうな結局ね、仮想になっちゃったということはな、日本でももともとそうやったからね、燃やした方がいいってことだね、埋めるぐらいやったらもうあの、もうあの燃やした方がいいってなっちゃってるんだ多分な、うん、おやすみなさいっていうことなんかなと思っちゃいます。人間って本当に無駄な生き物やと思うんですよ、あの地球環境からすると。どっか一つでも役立つんやったら、本当に下手したら存在しない方がいいかもしれん生き物なんだ。かといって俺環境問題にどうこうとは思わへんけど、いやもう死ぬ時ぐらい土に帰りていいなと俺はちょっと思うんだよな。もうあの地球には迷惑かけてみんな生きてっから、どいつもこいつも人には迷惑かけてないから、地球には迷惑かけて生きてると思うから、最後ぐらいはなんかあの土になりたいなと、肉とか燃やされずね。いや単純に考えてみる、皆様のね焼き鳥ってさ、ハツとかさ、胸肉とかさ、ネギマとかさ、ズリとかさ、ネックとかさ、ポン汁とかいっぱい食うでしょ、みんな食うでしょ。あの鳥を全部丸焦げにしてさ、炭にしてさ、鳥死んだから丸焦げにしてさ、あと骨だけ埋めておきますよ。すげえ無駄じゃない？無駄でしょすげえ無駄。人間はそういうことやってるんですよ。牛肉にしてもシャトーブリアンとかも燃やしてるんですよ。全部燃やして、 F1 ランクとかでも燃やしてるんですよ。全部人間は無駄でしょだったらその辺の野生動物に食われた方がよっぽどマシやんか、世の中と地球としては。それぐらい役立った方がいいんじゃないのみたいな。だサファリパークに巻かれるぐらいでもいいかもしれない、下手したら、うん、もしかしたらな、うん、それぐらいの方が人間の生きたい意味はあるんかもしれない。人間の生きたい意味は、まあ、みんなよく聞かれるけど、人が生きたね意味がどうのこうの、生きたい意味があるんやったら土に帰れって俺思うけどね。最終的には土に帰れよと。お前ら俺らも含めてね、俺らなんかね環境破壊と何の役にも立って生きてるんだから、基本的に最終的には あの自然の養分になれよと俺はちょっと思うけど、そこも燃やしちゃうっていうねこの人間の効率の悪さそこのところちょっと思うわな、うん、亡くなったら火葬とかするから粒子になって空気中にいるらしいですね、だから寂しくないって思いたいですよ。いやないよそんな、そう思いたいだけやろいやそんなこと思ったらもう粒子中にアホほど思念が集まっとるぞ。ないって、もう死んだら死んだまでやって。逆に言えばね、あなたの粒子漂いたいかい、そんな空気中に。散骨も骨になっちゃえばどっちも一緒よ、ただの環境破壊だよ。骨なんか食わねえから基本に、カルシウムが足りてへん魚ぐらいで骨なんか食わねえから、散骨も別にどうでもいいんじゃない。カンオケの方が火葬も土葬も恐怖でしかない。まあだからそれはなんか1週間ぐらい放置しといてんじゃん、冷凍で冷凍保存して1週間ぐらい死んでたら蘇れ、まあ冷、まあ、とりあえず冷凍したらいいんじゃん、1週間冷凍して蘇らないでしょ。だからやっぱもうその辺は死んだっていうか、もしくは完全にとどめさすっていうような状況を作ればいいんじゃないかなと思うね。いやそもそも漂いたいかい、自分が死んだ後もこの世界中の粒子となってまあ棺桶自体もいないの、もう土掘っては埋めるだけで俺多分一番いいと思う。いや嫌でしょう、もう死んでからもこの世の中に残るって嫌じゃない。宇宙層、いや宇宙層なんか何の意味もないやん、別に宇宙の生物でもないのに。なんの逆に言ったらなんかそんなままずっと自分をとどまっておきたいとか、すげえ嫌だわ俺はもうそこで終わりやと、もう終わりでいいもん、もう終わったらええやん別に、終わりないからまだ執着しますかみたいな感じで。だってな、単純にさ、その辺のジジバは聞いてさ、死ぬの怖い思ってるジジバはいないよ。まあもう私ももうこんな人生しな、もうしんどなくてもうさっさと行きたいわっていうジジバの方が多いでしょ。もう死ぬことなんか怖くもないし、この意味でもないのに、なんでさ漂いたいんだよいや絶対漂いたくないと思うよこんなところに。もう終わったしええやん、ほなさいならやで多分おじいちゃんおばあちゃんなんて。独身だから墓はどうですか、悩みます。別に実家の墓あるんじゃないか、別に墓なんか別に極端にいらないっしょ。俺別に墓なんかいらんけど、俺なんで墓が欲しいの、誰が拝んで欲しいの、
じゃあ墓がなんで欲しいんかっちょ、俺それは気になるわ。誰かに拝んでほしいの、もしくは誰かにずっと気にしてられてるの。いや、いらんでしょもし俺のこと思ってくれんで写真置いといてって思うかな。いらんだろう、全然俺いらんと思うけど、墓っていう存在って。まあ仮にあんやったら友達とかがあの気兼ねなくにあの墓参りに来てくれるような墓やったらええかもしれへんけども、身内がどうしようもね、まあ、仕方がなくお盆とかそういう時には行かなあかんような墓くれていらんわ。前もってあるけど、亡くなるのも別に亡くなって何が不便があるんですか、それは。亡くなっちゃ何が嫌な、亡くなったら何が嫌なのか教えてほしい。むしろ墓がなくなって嫌なこと、自分がね、自分が墓を入る身として墓がなくなって嫌なやつってどんだけいるのか分からんけど、いないで、別に墓なくなったらなくなったでいいやん。だって自分が死んだ後墓があってどうこう自覚できるようなもんやったら、もしかしたらあるかもしれないけど、絶対ないと思うよ。いやだ、思い出して来てほしい。だから写真でええやんけ、だから写真とか思い出でええやん、そんな。バテなのじゃん、俺はだけど、これ俺はだって俺これもうあの俺の記録やからな墓みたいなもんやからな、うん、思い出して来てほしいんやったら思い出してもらえるとかええやん。自分を大事に思ってる人だけど、わざわざそんなこと面倒くさくて、ああお盆時やし墓参り行かなあかんなと思われて行くような墓なんかいらないでしょ。まあ、だけどマコチンに言うたら子供がいいんだよ、マコチンに言うたら子供がいいんだよ、子供がそう思ってくるんじゃないの、自分は入らんけん先祖を守っていく上で結局我が子でも同じ気持ちでお墓の風習ってするけど、まあ、それはあると思います。ただだけどどっかでやっぱりそんな面倒見きれねえわっていうことで永遠大供養に流れていくんじゃないかなと、これからの時代は思いますね。墓のために時間割きたくない人って多分それなりに多くなってくるんじゃないかなと思うんですよ。インターネットの墓とかあるらしいからねそれじゃあ墓は残された人が必要なんだもん。だからそこは残された人が考えればいいだけで話であって、残された人がどうこう思うとかどうこうしたいんだったら勝手にすればいいだけの話だと思うんです。墓をなくせとは俺は言ってない。墓が残したい人は残せばいいっていう話で、別に墓の意味があるかないかって俺はないかなと思ってるね。他の親戚の人はそれは知らんよ、そんなもん。そこで考えればええやん。なんでそんな他の親戚のことまで考えて死ななあかんの。別に死んだら終わりやからええやん。パチさん、一番重い交通違反はスピード違反しかないよ。事故ってない、質の悪いことしてないよ。家族がなかったら骨を食べられて、なんかそういう人いるみたいよね。まあ、写真でもこういうの見たら、だって一番大事なんて写真とかなんか普段みんな見てそれを思い出すことなんじゃないの。日本って別に家族の写真そんな飾ってるところって多くないかもしれへんけども、ほんまに大事な人やったら写真とか思い出残るんじゃないかなと思います。まあそれが消えた時にその人がほんまに死ぬ時やと思う。まあそれでいいんじゃない。そんなことうんぬんやらないでも覚えてくれてる人は覚えてくれますよ。覚えてもらえなかった人はそれまでの話であって、歴史ってそういうもんや。死んだ人が覚えられてるっていうのは、一部の重要なに何かした人が書いてそこまで残されただけで、基本的にそいつが残ってるのはただ単に歴史上に残さなあかんと思われただけの話で、他の何万人何千万人何億万人何兆万人っていう人間は残ってないから、基本的にそんなもんですよ。だってそもそもあなたたちの石器時代の先祖誰ですかって残ってないやん。どっかでみんな忘れるから、ただそれだけの話ですよ、残す残さないとあんま意味がないかなと思うからね、ただ俺は YouTube で残してるから、インターネット業界がある限り俺はここに死んでも残るからな。それは俺の墓標かもしれない、自分が死んだ後多分自分ではない、まあ、それはもちろんそうかもしれないな。ジジババの墓は、まあ行きたかったら行けへんねん。行く必要性もあんまないと思うよ。ジジバを思い出してんだ。樹木葬、興味。樹木葬って何なん？木の下に植えられるってこと？辛い時はお墓に今でも行きます。まあ、そういう人のためには残してはいいんやから。だから残したい人が残せばいいんですよ。別に残したくない人は適当にやればいいと思うし、まあどうでもいいんやったら別に、まあ、もうそこまで維持する必要性はないと思います。だからその後の人が残したいと思ったらもう一回やりゃいいんじゃないの。そういうことできるでしょ。永代供養から普通の墓に戻すか多分できんじゃないの。どの人のあれか分かりませんっていうことないでしょ、寺の住職も。いや私やっぱりもう一回墓やりたいんだって。住職からしたってうまいやん。だって墓で別にタダじゃないんやからさ、墓に戻したいだったらさ、あどうぞどうぞ言うと思うからさ、その時に墓建てればいいんじゃないのね。
その墓は別にその残った人が勝手にやればいいと思う、うん、人生最後に用意して自由人生と、まあ、まあそれが一番、まあ、まあ前から言ってますけど、自分の生きる意味とかどうのこうのなんて極端に考えなんていいと思うし、そもそもあなたに生きる意味なんか俺とももうそんな大きくないと思うんで、自分が良かったと思える人生を送るために人生を送ってて、最終的に死ぬ時に、ああこれでよか、ああ今まで人生良かったなと思えれば、それが人生生きてた意味だと思うんだけど、まあ、ただそれだけの話ですよ、うん、まあだからそうすればいいんじゃないの、うん、そうなればいいんじゃない、だってそれが結果でしょ、それもスーパー間違ってることでもそりゃそうやん、だって時代によって良かったこと悪かったことが違うんやからさ、まあ、その時にその人が良かったと思ってやったことが後々そんなことクソみたいなことだったらもちろんあるからさ、時代によっては。そう考えると今のあなたが生きてる人生で良かったと思って最後死ねればそれでいいんじゃない、うん、それ以外無理ですよ、そもそも生きてることに意味なんかないんで、うん、まあだから、まあ、あなたが正しいと思えって自分で思ってそれが間違ってよかったいいだろうが、その時に良かったなと思えばそれでいいんじゃないの。死んだと灰を撒いてそこに自分が選んだ木を植えてもらうんだし、市原悦子がやって今日もそんなの何も意味ないやん、燃やしてしまうの意味ないっしょ、養分として灰を灰の養分より全然死肉とか腐った後の方が養分あると思うけどな、俺な。じゃあ俺が土葬された上に桜の木でも植えてくれりゃいいかなと思うな、その樹木葬やとするならば。灰なんて何大した役にも立たねえぞ、人間の肺でその樹木大して育たねえと思うけどな俺はな。まあほんとね、もう燃やしちゃった時点でね、ほとんどの養分なくなっちゃってから人間からね、だからまあそんなに樹木にやったところで栄養はいかないと思うんだよね、その樹木にはね。土葬掘り返しちゃう人なんていないのかな、受け入れられなくて。あ、だけどね、俺の同級生がね、お母さんが死んじゃって、んでお母さんが、その、なんて、ちっちゃい頃に、お母さん、子供産んで、そいつからしたら妹なんやけど、ちっちゃい頃に死んじゃって、死んじゃった女の子が、妹がいてさ、その子の、子と一緒に入れてほしいってさ、墓掘ったっつったよ。墓掘ったっつったよ。うん。掘ったっつった。それの時はどこやったかな、わからんけど、墓掘って、その骨かわからんけど、そこの土を持っていったっつった。うん。そういうことあるんじゃない？海とか山とかに灰撒くと罪になるって聞いたらそうなんや。まあまあまあ迷惑な話やからね、うん、おしっこしてきていい？もう俺食べ物いらないし、もう言ってる前終わるよ、もう2時間やったからもう終わるよ、よいしょよいしょ、もうちょっとこの辺ももう終わり、あんましやるとまたこの間みたいに二の舞になるから適当に終わるわ、出るやん。ああ、今日もよく飲んだな、3本も。おいしょ。乾杯。まあ何せよ仮装っていうのは別に効率はいいかもしれへんけども。自然のためには一切何の役になってないから、そもそも地球のために大して役立てない人間が最後まで役立たずに終わるっていうような感覚は俺が持ってるっていうだけね、うん、そう思ってます。バリバリアイス、うん、これ美味しいよね、うん、はい、うちは家系図とか残ってないから家系図のアイスは羨ましいです。うちあるよ、うん、うちだけど8代ぐらいしかないかな、8代か9代ぐらいしか、江戸時代ぐらいから残ってる、一応古いからうちも、うん、アイスクリームうめえな、バリバリアイスうまいな、ここまでやってもピントは合わいません、うん、今日もよう喋ったわ、好きなこと、うん、まあ終わりますよ。
今日から俺ちょっと新しいゲームまたやろうのってからさ、うん、新しいゲームやっか、前やったゲームをもう一回やるか、うん、ファイナルファンタジー7リメイクのダウンロードコンテンツのユフィのやつが6月10日から配信されんやけど、まあ、そこまでね、うん、1週間ぐらいまで早いんで、その間でやれるゲームやろうかなと。昨日で龍が如く4を、ね、クリアしたんですよ。もうやってない人には申し訳ないかも、ネタバレなのかもしれんけど、あんまし面白、あんましなんか最後はね、それかよっていうレベルそれかよって、もうそれかよっていうかな、お前がラスボスかよっていうってなっちゃったからさ、なんかちょっとさ、うん、ちょっとね、まあ、竜が如く4なんてもだいぶ前に出たゲームやからさ、やってる人も多いと思うけど、うん、ちょっとしっくり来なかったんで、うん、ゲームとしては面白かったけど、うん、ストーリーとしてはちょっとしっくり来なかったなんやねん、結構大風呂敷広げたらこんなんかやっつって、ね、うん、来週いいよ、毎日2、3本食ってますよ。このザイルがね結構良かったりするんですよ。1個やとそこまでいらんとか、だからただこれ1本で満足しなかったらもう1本食えばいいというね、もしくはこれともう違うジャンルのやつをもう1個ずつ食えばいいとか、で、あっからさ、このサイズはなかなか良かったりするんだよな、うん、ありがとうございます、グッド押していただきありがとうございました。はい、まあというわけでね、まあ、だらだと2時間21分もやりましたけども、まあ、アイスクリーム食べたし、もうこれはどうぞゲームをしたいと思いますので、まあ、今日はそんなに言うほど暴言も吐いてないし、皆さんの言うほど質問も答えていただいてないので、村上昌司さん、子供の頃犬が土葬の墓掘りを起こして席を加えて走り回ってるのを思いました。あるらしいですよ、野犬とかが掘り起こすっていうことはありえるらしいですよ、土葬だと。はい、というわけでね、皆様ありがとうございました。また気が向いたらやって、はい、やりたいと思いますので、まあ、ほどほどにこれぐらいの酔っ払いで、ね、終わったぐらいちょうどいいと思います。というわけで、先日のマイン動画で重度の泥酔をかましまして絡んだ方々申し訳ございませんでした。パデモスを気持ちを入れ替えまして、お酒は 2,3 杯で済まそうということで精進いたしたいと思います。というわけで皆様ありがとうございました。まだこの残ってるこの残ってるこの動画はまた、まあもうこれ見てる人はもしかしたら動画になってるかもしれんけど、余計なことはカットして俺に都合いいように編集して動画にしたいと思います。というわけでパデモス協会でございました。ご視聴ありがとうございました。ほな、お疲れさん。またな。スパチャに2、30万ぐらい来るかなと思ったけど全然来へんかったな。